こんにちは、おいしい引き出しの英子です。今日はさつまいもと黒ごまのリュスティックを作ります。今回の生地は水分を 80% 入れたので結構柔らかいんですが、混ぜて折りたたむだけの簡単製法なのでそれほど難しくないと思います。ご覧のように皮はパリッと香ばしく、黒ごまたっぷりの生地はみずみずしくてもっちもちで、甘く煮たさつまいもととてもよく合います。では電子レンジで簡単にできるさつまいもの甘煮から作りましょう。さつまいもの甘煮を作ります。今日使うさつまいもはこのくらいのちょっと細身の小さいものです。私の手のひらと比べるとこのぐらいの大きさです。これお好みで甘いものだったら砂糖を加えなくてもいいんですけど、これねちょっと甘みが少なかったのでお砂糖と一緒に電子レンジで煮ていこうと思います。まずこれを1センチくらいの角切りにして10分ほどお水につけて準備します。このように切ってから水にさらしておきました。これ測ったらねちょうど 200g ぐらいありました。で、ここにお砂糖を大さじ1杯ぐらい。これはお好みでね、もうちょっとかけてもいいですし、かけなくても大丈夫です。少し混ぜるでしょ。そしたら、ふんわりラップをかけます。私はね、これシリコンラップを使います。で、電子レンジ 600W で3、4分ぐらい、柔らかくなるまで様子を見ながら、ちょっと待って。お水入れるの忘れた。やばいやばい。お水もね大さじ1杯ぐらい。お、間に合ってよかった。お水なくてもいいと思うんだけど、一応入れて作ってみたいと思います。はい、では電子レンジで加熱します。はい、3分加熱してきました。柔らかさはどうかな。あ、もうね全部柔らかくなっています。これで OK です。そしたらここに塩を一つまみ軽く混ぜておきます。このまま冷まします。では生地作りを始めましょう。材料はこちらです。純強力粉、きび砂糖、塩、イースト、ぬるま湯、黒ごまです。ぬるま湯は35度ぐらいに温めます。材料や分量などの詳細は概要欄をご参照ください。まず粉類を合わせます。強力粉の中にきび砂糖と塩を入れて空気を含ませるように軽く混ぜ合わせておきます。生地を作るボウルにぬるま湯を入れて、そしてイーストも振り入れます。このように混ぜてイーストを溶かしておきます。イーストが溶けたら合わせておいた粉類を入れます。だいたい半分ぐらい入れます。いつも言ってるんですが、大体の量で大丈夫です。そして粉が見えなくなるまで混ぜます。ガーッと混ぜて、このくらいドロッとしたら OK です。蓋をして10分置いておきます。10分経ちました。ではこの中に残りの粉を全部入れます。黒ごまも入れます。そしてよく混ぜます。最初はぐるぐるして、その後切るように粉が見えなくなるまでよく混ぜます。このくらい水分が行き渡ってきたら、このボウルの側面を使ってこすりつけるようにするとダマがなくよく混ざると思います。今回はね、水分量が多いので、とっても柔らかい生地になります。はい、粉が見えなくなってよく混ざりましたので、このくらいで OK です。ではボウルの周りをきれいにします。蓋をして、10分、温かいところに置いておきます。10分経ちました。では1回目のパンチを行います。オイルをちょろっと垂らします。生地の表面と容器になじませます。ひっくり返してポンポンして10回ほど折りたたみます。今ね、生地がこんなに柔らかいんですけど、これで大丈夫ですよ。生地の表面を整えます。
蓋をして温かいところに20分置いておきます。20分経ちました。では2回目のパンチを行います。先ほどと全く同じです。ひっくり返してポンポンして10回ほど折りたたみます。生地の表面を整えたら蓋をして、また温かいところに20分置いておきます。先ほど作ったさつまいもの甘煮です。冷めたらね、汁を結構吸ったんですね。ちょっと残ってますけど、でこれね、だいたい今日の先ほどのこの量で 200g ぐらいあります。で、これ全部だとちょっと多いんじゃないかと思うので、だいたい 150g ぐらい使おうと思いますので、こんくらいかな？ 4 分の3ぐらいね。全部使っちゃってもいいんですけど、全部使っちゃおうか。いや、今日は 150g 使いたいと思います。こんな風にボウルにキッチンペーパーを置いて、水分を吸わせるようにね、こういう風にしてちょっと測りたいと思います。なるべくこう汁を切りながら、はい、これで154、まあ、こんな感じでいいですね。このくらい残ったのはおやつとかに食べます。ちょっとこうやって水気を切っときましょう。はい、20分経ちました。3回目のパンチはさつまいもの甘煮を入れます。では生地を台の上に移します。ちょっと打ち粉は多めにしますね。容器と生地の境目のところに打ち粉を振ります。それでここにカードを入れて差し込んでグッてやるとね、取りやすくなります。ほい、生地の表面だったところが下になっています。周りにちょっと粉を振って、それで四角く広げていきます。優しく優しく、こんな風に伸ばしながらね、広げます。生地がね、伸びるので綿棒とかは使わないで、なるべくガスも抜かないようにこんな感じで広げていきます。いいですね。広がりましたら、この3分の2のところにさつまいもを散らします。半分よりちょっと多め、ちょっとね、水分は拭き取って、そしたら三つ折りにします。この何も乗ってないところをまず3分の1折って、そしてこっち側もよっと、でまた少し広げて、でこの残りの3分の2のところに向きを変えましょうか。水気をよく取ったさつまいもを乗っけて、そしてまた先ほどと同じように3分の1のところをね、折って、でまたこっち側からもひょっと、こんな感じです。そしたらまたほっとひっくり返して、これを先ほどのタッパーの中にまた戻します。でこれが2倍の大きさになるまで一次発酵させますね。蓋をして温かいところに置いておきます。はい、一次発酵が終了しました。このくらいの大きさになるのに40分ぐらいかかりました。では台の上に移します。ちょっと打ち粉を多めに出しました。先ほどと同じように綿棒は使わないでこう伸ばしていきます。優しく優しく、ガスをなるべく抜かないように少しずつこうやって広げます。はい、ではこのくらいに伸びましたら、また三つ折りにします。
転がっちゃったから中に入れましょう。でまた三つ折り、はい、ではタッパをかぶせてベンチタイムを10分ほど取ります。ベンチタイムが終了しました。では分割します。打ち粉をしましょう。手にもね、こうツンツンしながら伸ばします。分割の大きさはお好みでいいんですが、私は今日は6分割にしようと思います。まず縦に半分、それでまたこうやってね伸びます。今日はこんななんかトレイの上にオーブンシートを乗せています。それで生地をねこうやって並べていきます。どうして天板の上じゃないかって言いますと、天板は余熱と一緒に入れたいので別のトレイに生地を乗せました。これで最終発酵をさせます。最終発酵はオーブンの発酵機能を使います。乾いた布をかぶせて35度で30分ぐらいで一旦出して、それで余熱をスタートさせようと思います。はい、30分経ったところで出してきました。でオーブンは250度に余熱をスタートさせます。私のオーブンは250度になるまでだいたい12分かかるんですね。なのでこの30分ぐらいのタイミングで出してきました。ちょっと粉を振っています。こうすると表面が乾燥してクープが入れやすくなるので、このままの状態で余熱が完成するまで待ちたいと思います。はい、そろそろオーブンの余熱が完了する頃なので、この生地をまずこの段ボールに、これね段ボールね、もうボロボロなんだけど段ボールに移します。よし、でクープ入れます。さっき言い忘れちゃったんですけど、オーブンを予熱する際に天板を裏返しにして一緒に予熱しています。今日はね加熱水蒸気使いました。スチーム機能のないオーブンの方はオーブンに入れる前に霧吹きでお水をかけてください。では250度で17、8分ぐらい様子を見て焼いていこうと思います。一応17分。ここまでご視聴ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。